ヨーマイナス 3A クワイエットスターヨーマイナス 3A ヨーマイナス 3A はロッキード社が開発しベトナム戦争において戦場偵察に使用された単発、単用、プロペラ推進の偵察、観測機である。愛称はクワイアトスタークワイエットスター。可能な限り静粛性を追求して設計されており、暗闇の中、ほとんど音を立てずに何時間にもわたって、 ゲリラ部隊の行動を監視することを目的とした。要マイナス 3A は1965年にアメリカ陸軍が提示した400メートルの高度で飛ぶ時に地上から音響的に検知されないという要求仕様に基づいて設計された。ロッキード社の宇宙、ミサイル部門は1966年、試作機、クワイアトスラスター、クワイエットスラスターを2機試作した。それらは、 シュバイツァー SGS2 から32グライダーの機体中央部にエンジンを搭載し延長軸を介したプロペラを備えたモーターグライダーである X-26B を基礎としたもので音密行動のために特に静粛化されたエンジンとアオン速の先端速度を持つプロペラを装備していた。ヨーマイナス 3A は静音性を高めるためのベルト駆動式の特別なプロペラ。 熱探知を避けるために排気温度を低減させる機体の全長にわたる排気システム及びその他の静粛化テクノロジーを搭載しており特殊任務用装置として赤外線照射器付きの航空用夜間潜望鏡も装備していたさらに数機にはレーザー目標照射器も搭載されていた要 3A に搭載された赤外線暗視装置付き潜望鏡 QT は プライズクルー計画の名のもとに、ベトナムに送られ、夜間の抵抗度ミッションを実施した。目標の監視は、手持ち可能な暗視装置により、視覚的に行われた。キューティーは、良い成績を収めたため、RB ーーロッキード用マイナス 3A と名付けられた、実用試作型が14機製作され、そのうち9機が1970年から翌年にかけて、ベトナムに送られた。用マイナス a は、 基本的に約300メートルの高度で行動したが、地上の雑音があるところではさらに低い高度で行動することができた。一部のパイロットは敵に知られることなく、高度約60メートルまで降りたと言われている。ヨーマイナス 3A の飛行音は、伝えられるところでは、地上からは鳥の群れがいるようにしか聞こえなかったという。NASA で運用されているヨーマイナス 3A ベトナム、戦争終了後、 2機の用マイナス 3A は、ルイジアナ州において密猟者の取り締まりに使われて、効果を上げた。また、連邦捜査局も誘拐犯や、強盗の逮捕のために、数年間本機を利用した。NASA は、1970年代後期に用マイナス 3A を1機入手し、回転翼航空機研究に使用した。それは、カリフォルニア州のモフェットフィールドで、現在も運用中である。 用マイナス 3A の一機はカリフォルニア州アップランドのケーブル空港に保管され、飛行可能な状態にレストアされるのを待っている。ありがとうございます。